はい、皆さん、毎度毎度、はい、ダイソーでね、エアーチェア買ってきたね、四角い座布団ね、500円もしたね、500円もね。これがね、ちょっと開封して、どんなもんだか試してみましょう。ね、これね、空気入れるのね、はい。空気入れるのめんどくさいからね、これでやろうね、はい。ダイソーの神アイテムね。こんで持って、うわ、これ取っちゃダメなんだ。これでやっちゃおうね。500の圧縮やる、大したことないね。口で拭くより楽だろ。やっぱり2リットルぐらいやんなきゃダメだね。ちょっと用水がちっちゃいね。できたけど、ああもう体力の限界。ちょっとね、熱くなりすぎんな。これこの半分の厚さでよかったよね。これちょっとね、熱いよ。これじゃあもう、ちょっとやっぱり不安定だね。ああ、なんか怒っちゃいそうで怖いね。落っこちゃいそうで怖い。落っこちゃいそうで怖い。こうやって空気抜いた方がいいかもしれないね。あー、もっと危ない。はい、結局ボツ。使い物にならない。背もたれにかなりエアを抜いた状態で背もたれなら使えるかもしれない。あ、背もたれの方がいいかもしれないね。あ、今これ背もたれに入れてみたんだけどね、背もたれに入れるとなかなかいい感じだね。うん、背もたれにするといい感じ。まあこうやってやって、まあ座るだけだけだったね。あ、なんかすっげえいいわ。ちょっといいか悪いか、ちょっと2、3日使ってみないと分かんないけど、背もたれにない感じ、かなりエア抜いてる。エア入れるとダメだ。うん。しわくちゃ状態ぐらいの方がいいかもしれないね。